海上自衛隊最大の護衛艦いずもが今治港富田埠頭に寄港し、17日と18日に一般公開されました。いずもは2015年3月に就役し、現在は神奈川県横須賀港を母港に活動しています。全長248メートル、基準排水量およそ19,500トン、ヘリコプターを最大で9機まで搭載することができる海上自衛隊最大の護衛艦です。今回の今治市への寄港は防衛大学校の研修の一環で、横須賀港から広島県呉市にある海上自衛隊の呉地方隊へ向かう途中に行われたもので、出雲が愛媛県を訪れるのは今回が初めてです。17日には入港歓迎セレモニーが行われ、徳永茂樹今治市長がお越しいただけて大変嬉しく思いますと述べた後、関係者から沢田俊彦第一護衛隊軍司令と石寺隆彦艦長に花束が贈られました。その後、出雲が一般公開されました。愛媛県で初めての寄港となる出雲を一目見ようと、会場前から多くの市民が長蛇の列を作りました。訪れた人たちは会場後、通常は車両やヘリコプターなどを上げ下げするための昇降機に乗って飛行甲板に移動。ヘリコプターや艦上での火災に備えた小型の消防車を見学したり、自衛隊の制服を着用したり、高さ49メートルからの景色を撮影したりと、思い思いに楽しんでいました。一般公開には2日間で合わせておよそ6900人が訪れたということです。この暑さもすごいしね、熱気と広さとでかさとも全てがスケールがでかいですね。どんなかった？楽しかった。すごい長いっていうのと、例えば実際に乗艦体験もあったので、実際に乗ってみてその大きさっていうのを体感できて、すごい貴重な経験だったと思います。僕が思っていた以上にでかくて、もう途中来る時からチラチラ見えてたんですけど、その時からすごく大きさが伝わってきて、なんかすごいな、さすが日本一だなっていうように感じました。最初乗った時のエレベーターで登った時ですね、どんな動きするんかなと思いながら、ワクワクしながら待ってました。遠くから見てもこの存在感が大きいというか、すごい迫力があります。出雲は19日に来島海峡大橋の下を通過して呉市へ向かったということです。